はい、今ですね、京阪電車の三条駅でおりました。三条駅からですね、今御池通り歩いてるんですけども、御池通りから、三条の橋ですね、三条の大橋、これですね、これをね、撮っております。ね、今日もね、鴨川は穏やかでですね、はい、今ですね、本能寺、大本山本能寺ですかね、来ております。こちらの方もですね、ちょっと、入っていきたいと思います。本能寺ですね、今、これからお参りしますけども、お参りした後ですね、ご朱印をいただきたいと思います。こちらが御朱印の場所ですね。なかなか立派なお寺です。ではちょっとお参りしたいと思います。何詰まってんねんという感じでお参りいたします。はい、今ですね、本能寺さんで御朱印をいただきました。ありがとうございます。今からですね、また、食事行きたいと思います。では、はい、今ですね、本能寺でお参りと、ご朱印いただきました。これからですね、今寺町商店街ですね、歩いております。御池通りからですね、市場の方に向かってですね、寺町商店街を歩いております。これからですね、いろんな店をちょっと巡りたいと思いますので、まだまだちょっと行くとこ決めてませんけども、また今日もいいお店に巡り会えたらいいなと思います。錦市場ですね、錦市場歩いております。いろいろね、何か食べ物屋さん探してるんですけどね、なかなかありそうでないのがこの辺ですね。まあね、ちょっとまだまだね、回りたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ね、いろいろあるんですけどね、好きなものもいいです。京都のお土産の屋さんですね、いろいろ可愛いのありますね。結構ね、外国のね、観光客の方が多いですよね。まあ食べ歩きもいいんですけどね、いろいろなね、ちょっと回りたいと思います。いろいろ回ったんですけど、ちょっと朝早すぎてですね、どこのお店も開いてなくてですね、ラーメン屋さんのね、一蘭、ちょっと平凡かもしれませんけどね、ラーメン屋の一蘭に行こうと思います。今からですね、ここでラーメン食べたいと思います。では、ラーメンの一蘭に入っていきます。自動販売機ですね、券を購入するんです。とりあえずお金入れますね。もちろん、ラーメンですね。これですね、ラーメンでいいですね。オーダーはね、いろいろここに書きますよ。これで注文します。読みます。なんとも楽しいお店ですよね。お水もですね、自分でここでね、入れれるようになってるんですよ。上から押すとすごいですよね。ちょっと完全に個室状態ですよ、こんな感じで。そのまま失礼いたします。気に使わなくていいです。追加注文もあります。こういう注文できるってことですね。失礼いたします。ある意味ですね、なんか YouTuber の味方みたいな感じの店ですね。独り言は言えるしですね、完全にこう仕切られてますですね、個室的な感じのラーメン屋さんですね、一蘭さんですけどね。ここはね、なんか気楽にね、変態動画撮れますね。変態動画、はい、かなりですね、一つ一つの、ね、区切りがついてて、すごいですよ。もうここで、ね、ラーメンを食べるのに集中できるということですね。で私ね、注文いろいろね、細かい注文を聞いてくれる。お客様前失礼いたします。はい、
今ね一蘭ラーメンが来ました。これですね、熱々ですよ。きっとこれ見てください、このね麺は細麺みたいですね。今からねいただきたいと思います。失礼いたします。チャーシュー、まず、じゃあいただきます。すごい美味しいです。あのね、かなりね、細麺ですけどね、ここにね、スープが絡んでくるんですよ。最高。濃厚。でね、チャーシュー、意外とこれね、あっさりした感じのチャーシューですよ。いただいてみます。見た目通りあっさりとしたね、チャーシューです。うまい。これはうまいっすわ。めちゃめちゃ熱々。最高っす。わかりますかね、このね、この表面に浮いた油、これがね、膜を作ってですね、いつまでも熱いんですよ。これすごいでしょ。美味しいに決まってますよね、こんなもんね。最後まで熱々だと思います。食べるだけですよ。最高や。まだね11時前なんですよ。5分ぐらい前、どっかも空いてなくてね、ここは24時間営業なんですよ、このラーメン屋さんはね。美味しいからね、スープまで飲んでもらいますよ。辛めにしてもらったんですけどね、うまい。もう汗かいてみましょう。ただうまいしか言ってませんけどもね。スープ飲まないんですけどね、体のためにだけど、今日はね、体のために飲まないでね、なんか飲んでますよ。
豚骨の甘みですかね最後でね、あのちょっと辛めにしたんでね、あの秘伝の辛みっていうやつがあって赤いですね、これまたパンチがあります、2倍量にしたんで。このスープがね、ご飯をぶち込むみたいっていう季節ですね。最高でした。一蘭さんのラーメン食べました。ごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったですよ。もうね、豚骨のね甘みとね、なんていうかね、あの豚辛子のね辛いやつ、秘伝の辛いやつをね2倍の量にしてね、赤い秘伝のタレってやつですね、これでねもうね汗がね吹き出るぐらいです、今、ベストマッチでしたね。本当に美味しいラーメンでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、今ね、ラーメンの一蘭さん行ってきました。豚骨が濃厚でね、その豚骨の甘みとね、あとね秘伝の赤タレっていうのをねちょっと私2倍量にしてもらったんですけど、これがもう絶妙な辛さと豚骨の甘みでね癖になるスープでしたね。これはね癖になります。ちょっとね安くはない、ラーメンの中でそれ結構なお値段する方だと思うんですけども、やっぱりね値打ちはありましたねということです。もしよろしければですね、チャンネル登録していただくと、私の励みにもなります。よろしくお願いします。またですね、いつも高評価いただいている皆さん、どうもありがとうございます。では失礼いたします。お疲れ様でした。